連盟保険には加入するな。こんにちは、お金を増やす専門家の浅見博史です。よく相談の中で、連盟で入れる保険ってありますよねって聞かれるんですね。それはもちろんあります。ところがですね、今人生上のリスクの一つに離婚というのがあります。でもし、連盟で入った保険をですね、後に離婚した時にどうなるかというと、大体のケースで、ご主人が、主たる契約者で奥様が特約という形が多いんですね。で、支払いをしているのはご主人様というケースです。そうなると、離婚した時にご主人様がもうこの保険やめちゃえと言ってやめてしまうとですね、奥様は、無保険状態になってしまうということです。そう、奥様だけその保険を残すとこができないということです。それはなぜかというと特約扱いになっているからです。なので、ライフプランとかね、お聞きしている時にでもですね、連盟の、保険は入らない方がいいですよとアドバイスしています。参考になりましたでしょうか。今日はここまでです。ありがとうございました。